本日は日本の規格外モンスター井上尚弥選手が6月7日に迫る WBA、IBF、WBC 世界バンタム級統一戦を目前にテレビ番組報道ステーションに出演し、その中でノニとドネア戦に対して気になる発言をしているので、そちらについてまとめていきます。井上尚弥選手はインタビュアーからの一番こだわっているパンチはとの質問に対し、どのパンチも精度を上げていきたいなと思ってるんですけど、一番こだわっているのは左ジャブなんですよ。自分の距離を作る左ジャブ、相手のボクシングを崩す左ジャブ、相手にダメージを与える左ジャブ、ボクシングを始めた頃から父親に教わっていて、その時から左ジャブからスタートしたので、試合の内容を全て作るパンチなんですよ。倒せるパンチじゃないんですけど一番大事なパンチと語り、ボディーブローや左フック、踏み込んで打ち込む強烈な右ストレートなど、数多くのパンチで相手をマットに沈めてきた井上尚弥選手ですが、ボクシングの基本である左ジャブに一番のこだわりを持ち、数種類の左ジャブを使い分けていると語っております。さらに井上尚弥選手は、今までで一番苦戦した試合はとの質問に対し、苦戦というならばドネア戦ですかね。あそこまでタフな戦いをしたことがなかったので、WBSS トーナメントが開催するってなった時にドネアは上の階級にいたんですよ。それが階級を下げてトーナメントに参戦してくるって聞いた時に恐怖感はありましたよね。試合では2ラウンドにドネアの左フックをもらって、右眼窩底を骨折してまぶたもカットして、ドネアのパンチでカットしているので、もう1回パンチをもらって傷口が広がってドクターストップになったら自分の負けなんですよ。でもそんなことも考えずに戦えてたんで、もう全てを楽しんでいましたね。あの試合で5試合分ぐらいの経験をしましたと語り、世界戦では自身2度目となる判定決着までもつれた激戦を振り返り、劣勢に立たされながらも楽しんで試合ができたとモンスターたるゆえんを見せつけております。さらに井上尚弥選手は、試合まで1ヶ月を切り減量について聞かれると、試合まで1ヶ月を切りましたが、多分減量は8キロ以上あると思います。減量は嫌ですよ。今の時期が一番嫌です。ここから飲食はぼちぼち気をつけなきゃいけないなーって、あー飲めなくなっちゃうってなりますね。水も一口飲んだら、あー飲みすぎたーって、絞って絞って最高の体を作って、それでリングに上がる、これがボクサーですと語り、世界が注目するノニとドネアとの再戦を目前に、減量があるこの時期が一番嫌だと減量に対しての苦悩を覗かせております。この井上尚弥選手のインタビューに対して、ファンの中では、日本ボクシング歴代の最高傑作だからもっとテレビで伝えてほしい、日本で見れる間に、ドネアは怖い、前回も1ラウンドの時点で井上尚弥の圧勝を確信するくらい性能に差があったのに、左フックをドンピシャで当ててきたからな、ドネアの左フックは世界一だろう、フライ級飛ばしてるから実質4階級制覇してるようなもんだけど、やっぱりスーパーパンタムに挙げてフルトンやアフマダリエフとのギリギリの世界戦が見たい、WBSS のドネア戦は井上尚弥にとって負の初尽くしだった、しかし神がかり的な対応力で戦い抜き、ドネアからダウンを取る、ドネアが攻撃を詰め切れなかったのは井上尚弥のオーラがそうさせたようにも思う、今回は全てにおいてドネアを圧倒し KO 勝利となるでしょうなど、井上尚弥選手に対して期待するコメントが多く寄せられております。注目の集まる井上尚弥 VS ノニとドネアの行方はどうなるのでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。